見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。今月はカービィグッズが盛りだくさんということで、月ごとに出しているスケジュール動画と合わせて新しく出た情報をまとめていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは18日月曜日、敬老の日で祝日です。カービィカフェ様ときめきフレールフィーバーの最終日となります。カービィカフェは夏限定のメニューがこの日で終了します。また店内の装飾が夏モードから通常モードに変わります。夏限定グッズは欲しいものがあれば今のうちに買っておくことをおすすめします。オンラインでも購入することができます。ときめきフレールフィーバーは池袋で開催されているイベントで限定グッズの購入やフォトスポットで撮影が楽しめます。20日水曜日、コスメブランドラビシアからカービィのハンドクリームが3種類発売されます。心安らぐ紅茶の香りが特徴で、オリジナルのイラストが可愛いです。それぞれのパッケージを見ていきます。ブラックティー、重なっているカップの上のカービィが可愛い。宣材写真おしゃれですね。ピーチティー、ワドルビーが転んじゃってます。カービィは見た目的に桃と相性バッチリです。ミルクティー、カップに2人で入っているのもティーポットに入っているワドちゃんも可愛い。甘い香りがしそうなクリームです。販売店舗一覧が公開されていて、オンラインでは10時から購入できます。お値段は税込み880円となっています。ちなみにこの会社は過去にもカービィのハンドクリームやリップを発売しています。21日木曜日、見た目も缶バッジが東京ゲームショーのエンスカイさんのブースで先行発売されます。一般販売は10月予定となっています。東京ゲームショーは24日までやっていて、毎年カービィグッズを取り扱っている会社が出展しています。年によっては会場限定グッズが売られて、もしかしたら直前で新情報が発表されるかもしれないので楽しみにしています。それからカービィポップアップショップ池袋が最終日を迎えます。通常は21時までですが、この日は早めの18時に閉場します。さらに神尾ジャパンさんからブームが2種類発売されます。ポップピック付箋、固形アビリティ、メルティースカイの2種類、マイネーム名前店、どちらも普段使いで便利そうです。まだまだあって、カービィカフェザストア限定でシルバーキーリング刻印サービスがスタートします。リング自体は990円、全5種類で好きな文字の刻印と全5種類のリボンチャームでオリジナルのリングが作れます。詳しくは続報待ちで楽しみです。22日金曜日、キャラクターラバーマットが2種類発売します。コミックパニックバラとスイートドリームスバラです。24日までの日付が決まっているものは以上です。そして今月は下旬発売となっているグッズがとても多くて、12種類のグッズが発売します。バババッと羅列していきますね。蓋付きラストボックス、フリーバスケット、回るフリースタンド、落書きカービィ、ピンク、パープル、無敵ステキクロセットのイラストからスライドミラー、ミラーコレクション、ユラットアクリルキーホルダーの3種類、ネームタグキーホルダー、ピンク、イエロー、ミント、パープル、モコモコ刺繍ステッカー、カービィ、ワドルビー、ワークスター、スリープ、キ
ラキラグモ、ビニスレイカ、ボスマシフェイス、マスコット巾着付きブランケット、プククフレンズ、アイロンシール、ナノブロック、カービィシリーズ、ワークスター、クリアバージョン、吸い込み、スリープ、ディスカバリー。ガシャポンでは、星のカービィ、ウィーデラックス、フロントソフビ、カービィで冒険、が、登場します。1回300円で、全、4種類。確実に揃えたい場合は、ネットでの購入を、おすすめします。1400円、送料無料で、無駄なく揃います。私は、楽天で予約しました。プライズも大量で、スイートドリームズ、ミニぬいぐるみ、スイートドリームズ、ビッグぬいぐるみ、ミニプラ、浜口、が、登場します。スイートドリームズは、すでに発売されているものも含めると、ぬいぐるみの数が、とても多いですね。ピックアップ、ニュース。ここからは、個人的に気になった、新情報を、見ていきます。今回は今後の新グッズについて見ていきます。2つあって、1つ目は星のカービィエアーポッドプロ対応シリコンケース、カービィ型の可愛いケースです。無敵キャンディーのストラップ付きで、ケースに入れたまま充電はできます。お値段は2948円で11月下旬発売となっています。2つ目は星のカービィライティングメッセージボード、カービィとバドルディが描かれているアクリルボードに好きなんや文字を書くことができます。ライトの機能がついていて、間接照明としても活躍できます。文字はティッシュで拭き取り場できて、何度でも楽しめそうです。お値段が2948円で、来年の1月10日発売予定となっています。2つとももう予約することができます。以上、今週のカービィニュースでした。来年発売のグッズ情報が出てくるなんて、今年ももう終わりが近づいているんだなと実感してきました。見てくださる皆様のおかげで、今も YouTube を続けていられます。ありがとうございます。よかったら動画へのいいねボタン、コメントをいただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。